キャスパー・フリードリヒ・ボルフ・カスパー・ボルフは、ドイツの生理学者で発生学の創始者の一人である。ブランデンブルクのベルリンに生まれた。1759年にハレ大学で学位を得た。1759年に発表した、発生論テオリア・ゼンナー・シャニスは、植物の発生、動物の発生を論じて、当時主流であった、全生説に対して、 各機関は発生の過程で順次に形成されるとする構成説を主張した。ボルフの説はすぐに認められることはなく、アルブレヒト・フォン・ハラーラから厳しい批判を受けた。7年戦争が始まると、プロイセン陸軍の軍医として従軍した。その後、彼は困難な研究生活を続けたが、1767年に数学者のレオンハルト・オイラーの推薦で、 サンクトペテルブルク科学アカデミーの解剖学の部長となりサンクトペテルブルクで没した。構成説が世に広まったのは1821年にメッケルがその重要性を見抜きカール・エルンスト・フォンベイヤにドイツ語に翻訳させてからである。鶏の発生の図著書には鶏などの動物の構成的発生過程を実証的に示し1768年に発表した。 蝶の形成についてもある。発生学はクリスティアン・パンダー、カール・フォン・ベールにより発展させられることになった。ボルフが発見した、ボルフ間、ボルフ農法に名前が残されている。CF ボルフは植物の学名で命名者を示す場合に、カスパー・ボルフを示すのに使われる。ありがとうございます。